ただ今は結構いる感じある。まあ順位戦が昨年最後で崩れてしまったので、まあそうならないように最後まで、良い状態をキープして戦いたいというのと、あとは2つの防衛戦があるんですけど、まあ、初めての経験ですけど、守りに入らずに積極的にやっていきたいと思っています。まあ、自身としては初めて、優勝や、タイトル獲得という結果を初めて見せましたので、それが、スタートという気持ちがありますので、本年もまた次に向けて、次といいますとやはり防衛戦になりますし、まあ、各棋戦ということになると思うんですけれども、まあ、あまり、気負いすぎず自分らしく伸び伸びと、戦っていきたいなというふうに思っております。そうですね、私も、防衛戦が年明けからもすぐ、始まるので、そちらに、集中していきたいなというのが、個人的にあります。将棋界的にはですね、昨年、一昨年から、いい調子に流れになってきていると思いますので、流れのままいけるように、みんなで関西の地、みんなで、精一杯努力していきたいと思います。